宇都宮杯の準決勝第2試合についてちょっと語ろうかなと思います。ラビーダ対アントラーズつくばということで、かなり戦前から多くの関係者がこれは面白いぞと、かなり強度の高い試合になるんじゃないかと期待していたカードです。アントラーズつくばはソレッソ熊本 JFA アカデミアを倒してベスト4まで来ました。前年度の準優勝チームですね。決勝ではサガン鳥栖に攻め立てるのもポストで3回ぐらい嫌われてカウンター一発に沈むという、まあ、なんとも悔しい思いをして今年こそはということで臨んで全国大会に、来たわけですけども、そのアントラーズつくばに、立ち向かうというか悲願のこちらもですね、優勝を狙うラビーダです。ラビーダ前回の高円宮杯スキップトーナメントの湘南ベルマーレとの試合にも語ったんですけども、まあ本当に強い。でベスト8の徳島ヴォルティス戦も5対0で勝った試合ですね、この見たんですけども、まあ、うまいチームというイメージが強いと思います。翔平の下部組織なので、ただうまいだけじゃなくて本当に強い。この、まあ、止める蹴るの技術もそうですけども、運動能力であったりハードワークをするところだったり切り替えの部分だったり、あとゲームを読む力ですね。そういうところがもう非常に、優れていて、ちょっと中学生離れをしているというか、強い集団ということを、まあ、一挙手一投足から感じ取れる、そんなチームであります。で、試合結果自体は4対1でラビーダの勝利でした。ただ、まあ、結果を見ると、まあ、ラビーダの圧勝っていうふうに見えます。4点取って最後に勝ちマンアントラーズつくばが1点返すというような一矢報いるゴールで4-1にするっていう形だったんですけども、最初はアントラーズつくばが結構攻めていて、サイドを使って、まあ、ちょっとラフなボールとかを入れつつ、まあ、突破力あるサイドの選手から中に折り返して合わせるみたいなプレーであったり、まあ、徳川誉れっていうね、もうずっと高校生の試合に出ていて、中学年代この大会出始めたぐらいのちょっと、特別な選手を、パワフルなアタッカーを使った攻撃なんていうのもあり、まあ、ラビーダとしては少しピンチが、まあ、ラビーダにしては珍しいっていうんですかね、押し込まれる展開みたいなのが結構多くて、押し込まれるというか短い手数で細かな少ない手数でゴールに迫られるというシーンがちょっと多かったですね。ただそこをなんとか乗り切って、前半ほぼファーストチャンスだったかなと思います。フォワード中村航輔選手、まあ、前回の準々決勝ではゴールを攻め立てるもなかなかラインを割ることができなかった、ゴールラインを割るプレーというものができなかったんですけども、ネットを揺らすことができなかったんですけど、今回見事な先制点ですね。左サイドの本田選手との、まあ、ワンツーみたいな形で中央で合わせる形で先制しました。で、ここからやっぱラビーダすごくて、攻めてたのに先制点を取られた筑波の心を折りに行くというか、折れかけているメンタリティーをさらに折りに行くという感じで、アグレッシブにボールを奪われたら奪い返しに行き、セカンドボールを回収し、ゴールに迫る。で、追加点は取れなかったんですけど、前半をこれで終わらせて、ちょっとつくばのテンションを完全に下げさせたんだっていう感じです。で、まあ、その勢いそのままに、後半もセットプレーのこぼれから、チョン選手も途中交代から結果を残して、今大会4点目になるのかな、決めて、その後、山口豪太選手、2年生で10番を背負ってる、まあ、左利きのキックを、質も高く、ドリブルもあり、セットプレーも蹴れて、まあ、すごい希代のタレントなんですけど、まあ、彼はすごい美しい右サイドから弧を描くようなシュートが入り、最後はディフェンダーからフォワードにコンバートされた西浦虎太郎選手、途中から入ったんですけど、彼のシュートもまあ、ちょっとミドルっぽいシュートが決まって4対0にしたという形ですと。で、アントラーズつくばは最後一矢報いるって冒頭にも話したんですけども、フォワード9番の伊丹としてる選手、前半の、先ほど話したサイドの突破からの折り返しみたいな、この2回のチャンスに絡んだ彼がゴールを決めて、クロスにヘディングで合わせてですね、ネットを揺らして、まあ、一矢報いた形ですが、まあ、時すでに遅しということで4対1、ラビーダの勝利でした。まあ、本当に強かったという感じですね。点を取ってからの畳みかける姿勢というものが、ちょっと他のチームとは違うなっていうふうに感じました。はい。で、選手のところを触れていきたいなと思うんですけども、まあまあ、今年見た中学生のゴールの中でもトップクラスに入る、まあ、美しいゴラストを決めた山口選手には、まあ、触れなきゃいけないかなと思います。立ち上がりはちょっと内側に入っていたんですけど、なかなかゲームに絡めなくて、まあ、もっとボールを持って仕掛けられたのかなと思うんですけど、そういう場面が
少なく、なんかカメラ撮ってても、なかなか、ベスト8の試合と比べると、ドリブルを突破していくシーンっていうのが少なくて、意外と写真が少なかったなっていうような小ネタなんですけども、ただ後半、村松監督が彼を右サイドに晴らしたことによって結構生きたかなと思います。もう分かりやすく張って後ろからはプレッシャーがない状態で中に入っていく、相手をかわしてゴールに迫る、まあ、それなんか単純な役割が明確化したことによってですね、息を吹き返したというような、怖さが増してきたというような感じです。で、まあアントラーズ筑波の選手も山口豪太を張ってる山口豪太に行き過ぎると中が空いてしまうので、まあ、ちょっと中を閉じなきゃいけないと、中盤にも上手い選手がいるので、でそこで結果ちょっとサイドにスペースが空いて、内側にスペースができるっていうんですかね、そこに山口選手も入り込めるっていうようなシーンが出てきました。まあ、得点シーンなんかそういう形かなと思います。途中交代のチョン選手から、22番鈴木選手に渡して、鈴木選手が7番の海田選手に渡す、まあ、これ結構ペナルティエリア幅ぐらいでやっていたんですけども、で海田選手が、パスを受けた山口豪太選手がボックス内で右斜め、まあ、40度ぐらいかな、トラップしてその2タッチ目だったと思うんですけども、左足で弧を描く、まあ、落ちてゴールネットに吸い込まれるような中村俊輔みたいなゴールですかね、世代的に言うと。そんなシュートを決めて、まあ、沸きましたね。まあ、あの3点目で、まあ、空気的にも決まったなっていうような、時間帯的にも感じがありました。ぜひ J スポーツのツイッターでゴールが見れるので皆さん見てほしいなと思います。はい、もう本当にあの右サイドの斜め45度ぐらいはもう山口豪太ゾーンと呼んでいいぐらいの、エリアだと思ってます。まあ、多くの相手チームはあそこで彼を持たせてはいけないですし、本当に短い一瞬の足の振りで質の高いボール、飛距離のあるボール、そして曲がって落ちて、ゴールを射抜くキックっていうのができるので非常に危険な存在ですね。まあ、なんかこんな感じで、敵チームのアドバイスみたいなしちゃってるんですけども、まあ、まあでもそれを乗り越えてさらに彼にはうまく強くなっていってほしいので、まあ、そんな期待も込めてというコメントでした。個人的にはこの14番の本田健信選手っていうのが結構攻撃のキーマンなんじゃないかなと思っていて、最初左の、まあ、3トップの左になったのかな、ウィングでスタートするんですけど、結構内側に取ってきて左サイドバックを上がるスペースを作ったりだとか、中央のところの、まあ、ギャップですね、結構相手の捕まえにくい場所にいてボールを受けて、それでドリブルもできるんでスルスルっと入っていくようなプレーが得意です。なんなら右サイドとかにも顔を出したりするんですね。まあ、ポジションにとらわれず相手の嫌なことができるみたいな立ち位置の妙というんですかね、まあ、非常に1対1での仕掛けも見事ですし、ゴールに向かうプレーというのもできますし、まあ、めちゃくちゃパワフルでインパクトを残せるタイプではないんですけども、まあ、彼は結構攻撃の鍵を握っているような感じが準々決勝から見ていて感じしました。数字自体は残してなんか、ああ1点目のアシストですかね、中村選手のワンツーみたいな形で縦に抜け出して折り返してっていうのもあったんですけども、まあ、すごい無駄なくシンプルに、ゴールに直結するでもって相手の嫌なことができる賢い選手だなと思って見ておりました。試合終了後にちょっと足を痛めて担架で運ばれて、まあ、全員で退場することができなかった、退場っていうかもう戻っていくことですね、最後挨拶してベンチに戻っていく、みんなでやると思うんですけど、あれに参加できなかったのでちょっと心配なんですけども、まあちょっと明日も彼が出てくることを期待したいなと思っています。で結構この試合でいうと先制点が鍵になったので、それを決めた中村選手にも触れなきゃなと思います。中村選手は179センチ、中学年代だと大きいと思います。で、まあ、横幅もあって走れる、とにかくセンターバックとサイドバックの間に背後を取っていって、センターバックを後ろに引っ張れる力があったりだとか、相手ボールの時はかなり献身的に前から追い回すことができます。本当にハードワーク、止まってる姿があんまないですね、試合を通じて。そういう選手で、で空中戦も強いですし、まあ、パワフルなシュートもありますし、本当に技巧派っていう感じではないんですけども、まあ、彼がフォワードにいたら嫌だなっていう感じです。初めて見た時に本当にグランパスの金崎ムー選手に似てるなと思いました。特に鹿島時代の金崎ムー選手って本当に相手に嫌がられる存在だと思うんですけども、走るハードワークできる、両足からちょっと遠めでもシュートを打てる、ボックス内でのヘディングの強さみたいな形で
こんな総合的に優れてるセンターフォワードってあんまりいないんじゃないかなと金崎選手を見て思ったんですけども、まあ、中村選手はそんな近いタイプのプレイヤーですね。ラビーダが強いっていうところを象徴している選手のような気もします。はい、まあこんなタレント揃いのラビーダに負けてしまったアントラーズつくばですけども、まあ本当に最初のチャンスを決めていれば分からなかったなっていう試合でした。でこの最初のチャンスに絡んだのが10番の芹澤選手と9番の伊丹選手なんですけども、最初に芹澤選手が右サイドを突破し中に上げて伊丹選手が合わせるというのがあり、その後に伊丹選手が左サイドを突破して芹澤選手が中央で合わせるというものがありました。このまま同じような右サイド左サイド両方でそれぞれで出てきた攻撃の形なんですけど、まあ、本当これどっちが決まってればなっていう形でしたね。伊丹選手はやっぱりこのボックス内で勝負を決めようというような前への推進力とパワーがあって競り合いも強いようななんか鹿島のフォワードっぽい選手なんですけども、セリザー選手は左足をボールタッチ、キック、ドリブル、相手の逆を突くドリブルっていうものを武器にする、まあ、結構技巧派なタイプの選手です。準々決勝の JFL アカデミー戦でも右サイドで2枚剥がしてシュート、角度があまりないところからシュートを放ち、まあ、そのキーパーが弾いたこぼれでも徳田選手が合わせるみたいなシーンがありました。で、まあ、この2人が序盤の鹿島の攻撃をアントラーズつくばの攻撃を牽引したんですけども、まあ、ゴールを割ることができずという形でしたね。まあ、でも中心選手としての、まあ、力というか特徴は出せたのかなと思います。まあ、出し切れたというかっていうちょっと難しいところはあると思いますし、悔しさが彼らの中にも残っていると思います。彼らは実はそれぞれ、高校は別のアントラーズユースではないところに行きますので、それぞれ交代連と別の J ユースに行くんですけども、まあ、そこでこの悔しさをぶつけて、まあ、上げられなかった悔しさっていうところもあると思うんですけども、そこをぶつけて成長してほしいななんて思っています。というわけでラビーダが決勝に進出しまして、対戦相手はトス、去年ベスト8で PK でラビーダはトスに負けていますね。そこのリベンジもあると思いますし、トスとしては、まあ、本当絶対王者、この年代の絶対王者みたいなところがあり、夏のクラブユースでは武蔵に負けていて、まあ、決勝に2回進んで2回でとも負けるわけにはいかないと、そういう気概で来ると思います。展開的には多分ラビーダが押し込む、トスが耐えるっていう風になるのかなと思ってるんですけども、この耐えることを慣れているというか、かなり耐久性があって、まあ、結局攻められても点取られてないしゼロでしょうというようなメンタリティで臨めるトスに対してラビーダがどこまで、押し込めるか、先に点を取れるかっていうところが鍵になってくるかなと思います。0-0 の時間が長く続いたらトスなんじゃないかななんて、まあ、そんな風に思っている次第です。まあ、泣いても笑っても最後あと1試合、最後の大会で中学年代最高の思い出を作ることができるのはどちらのチームなのかということで楽しみにしたいなと思います。